<laughs> なるほどなこれで一つ見えてきたな25年前の事件桂木と柴田は裏でつながっていたおそらく柴田は25年前のことを餌に今も桂木を脅していただから桂木と協力関係にあった新井に殺された冴島大河が行った上野義晴襲撃事件にはもっと裏があるはずだ 問題はどうしてあの新井が桂木と手を組んだのかだまさかこの前起こったあの抗争事件ってのもああ最初から仕組まれたもんだった可能性が高いあの25年前の事件と同じようにな桂木に釜をかけようえっ荒井ってやつの話じゃ桂木はまだあんたを必要としている あんたの身柄を餌にして交渉すれば葛城も取り合わないわけにはいかないちょちょっとマーちゃんでもそれじゃこの人の身が何も本当に身柄を渡すわけじゃない向こうはこの人の居場所が知りたいだけだ身の安全は保証するどうだそれでいいだろう断りますどうしてだってそれじゃ お兄ちゃんは助からないから私にはラギの証言が必要なの安子さんあなたはラギに脅迫されて命の危険を冒してまで殺人をする羽目になったあの男が素直に証言するはずなんてない <laughs> それなのに今でもラギの話信用するっていうのが あんたの兄貴の無実は俺が証明するそれに俺もどうしても親父の殺された理由あの事件の真相が知りたいんだ勝手ねえあなたに何ができるっていうの全部自分のためだけじゃない安子さん私にとってお兄ちゃんは全てだった お兄ちゃんが大好きだった本当に大好きだった25年前のあの日お兄ちゃんがいなくなってから私はずっと一人だったあなただけじゃないのよ寂しい思いをしているのは全員憎いヤクザ 警察も、カツラギも、真犯人なんてどうでもいい私はもう一回お兄ちゃんに会いたいそれだけなの。